はい、お待たせしました。それでは、本年最後になります知事の定例記者会見を始めさせていただきます。最初に知事から年末の挨拶、その後2件報告をいたします。知事よろしくお願いします。はい、それでは年末のご挨拶ということですが、この1年間、記者クラブの皆様には、大変お世話になったなと思います。また今年は振り返りますと、年明けから三八豪雪以来のですね、多い日から始まりまして、いろんなちょっと多難な年になるかもしれないなという気持ちもありましたけれども、大雪対策もですね、もちろんたくさんできなかったのでやめなかったんですけれども、県民の皆さんの生活にですね、いろんな面で支障が出た面もあると思いますが、それでも予想のリスクの件と比較しますと、比較的まずまず乗り越えられたかなと思いますし、また明るい話題が随分多かった年だなと思っております。例えば黒部ルートの一般開放、旅行新幹線については60年来の、長い長い懸案でございましたけれども、これもですね、目の前に関西電力さんと新たな協定を結んで、5年間毎日に備えて安全対策をやった上で2024年度から一般開放を更新化するというのも決まりましたし、またこの2年ほどですね、政府にも働きかけて、地方創生に関として、若い人が東京にどんどん集まり続けて出生率も極端に低いと、それから災害の発生率は世界の大都市ながらもトップだと、こういう状況の下での東京一極集中是正、そのために一方では地方大学や地域産業の振興を図ると同時に、東京23区に集まりすぎのですね、若い人たちをもっと地方に、東京から地方にでの人の流れを作らなきゃいけないというふうに、お願いしてたんですけども、ご主人の今年はそういう面での新しい法律もできましたし、それからその一環としてですね、富山県の薬のコンソーシアムが、国のですね、全国で7カ所しか選ばなかった対象の、1カ所に1件で選んでもらったということになりましたし、それから新品種のフフフがですね、きっと多くの方にご愛顧いただけるんじゃないかという期待を持っていたんですが、思っていた以上にですね、県内はもちろんですけれども、首都圏はじめ全国各地で、ご好評をいただいておりまして、これも大変良かったなと思います。その他例えば最近、比較的最近でいうと11月の初めに年リンピックが県の県で行われましたけれども、これも良い天候に恵まれたということも思いますけれども、大変これも多くの県民の皆様からもですね、終わった後もあれよかったねと随分あちこちで声をかけていただきますし、また水知らずですね、県外からいらした方からも本当によかったというお手紙とかおはがき、写真同封でですね、開会式の写真などを撮ってくださった方もおられて、住所も書いてありますので、私もこれの手に書きましたが、そういう形でですね、富山県が、いろんな面でご評価をいただけて、また実際に富山に置いていただいた皆さんにも、いい印象を持って帰っていただ
数字ではありますけれども、富山県への U ターン率がすごく上がってきて全国2番目、沖縄について全国2番目、また若い人たちの移住が非常に増えてきて、いろいろ考えますと何が富山県を、いい傾向にあるかなと思います。ただ一方でね、奥田公判進撃事件といったようなこともございました。そうした安全安心といったような問題にもしっかり対応するように、気を引き締めながらですね、もちろんいろんな懸念の課題がありますから、しかしこういう新幹線開業とか地方創生という流れの中で、日本の地方の中ではなかなか元気な体験というようなイメージがだんだん定着してきたような感じもします。この間東京の経済同友会の皆さんがいらした時も、なかなか富山県元気がありますねといったことを多いから、だから視察に来たんだと、なぜ元気なのかと、こういうふうにおっしゃっていただきましたし、富山は日本の政治の時に出たんですね。いろんな議論がありますけれども、そういう明るい傾向は出てきた点もね、いろんな課題ありますから、しっかり気を引き締めながら、その勢いを持続させてですね、さらに新たな点向けの未来を、切り開いていく、頑張っていかなきゃいけない、こういう思いでございます。記者クラブの皆さんに